こんにちは、まおです。はい、以前こちらの動画で私はわがなわの先生のワークショップを受けて、そこでわがなわに留学してみないかというお誘いをいただいて留学が決定したというお話をさせていただいたと思うんですけども、今回はそんな私がワークショップで他の受講者に埋もれてしまわないようにするためにやっていた5つのことというのを紹介させていただきたいと思います。ワークショップはいつものレッスンとは違って、受けに来る全ての方が自分と同じような目標を持っているという状況の中で、いかに先生に目を留めていただけるかというのが重要なポイントとなってくると思います。同じワークショップを受けるなら少しでも先生に見ていただきたいし、一つでも多くのことを掴んで帰りたいなというふうに思いますよね。私はいろんなワークショップをジュニア時代に受けて、わがなわはじめいくつかのバレエ学校から留学のお誘いをそこでいただいたんですけども、そんな経験からこれはやった方がいいと気づいたポイントをお話しさせていただくので、ぜひ最後までご覧ください。それではレッツゴー。はい、それでは一つ目です。一つ目はバーの位置についてです。ワークショップでは会場にこういう風にずらーっとバーが並んでいることが多いと思います。私はみんなより少しだけ早めにちょっと会場に行って、真ん中のバーにね、着くようにしていました。もちろん先生方皆様ベテランの方ばっかりなので、こうね、端のバーに着いた場合でも全然見ていただけることは見ていただけるんですけども、やっぱりみんなに向けてのコンビネーションだったりとか、こう注意をするってなった時に、こうね、真ん中の方のバーについてちょっとお手本を見せてくれることが多くて、その時にこう真ん中の方にいれば先生のことをしっかり見ることもできるし、こう先生の注意をちょっとこう一緒にねやってみたりする時に、ちょっとあそうそうとか、ちょっともうちょっとこうした方がいいよみたいな風に注意もねしてもらいやすくなるような気がしたので、私は真ん中の位置につくようにしていました。はい、そして2つ目は、それが自分に向けてでなくても先生の注意はその場で反復してみるということです。これは普段のレッスンでもとても大切なことだと思うんですけど、例えば先生が本字について注意されたとしたら、それがたとえ他人への注意でも、こう自分に向けての注意ではなくても、その場で先生がおっしゃってくださったことを意識しながら本字をねやるようにしてみてください。そうすることで、こちらにも目を向けてくださることがあって、こう注意をねくださるというようなことが多々ありました。はい、そして次3つ目はセンターレッスンのグループについてです。ワークショップでは大人数でこうレッスンが行われることが多いので、センターレッスンで複数のグループに分かれてこうコンビネーションを行うということが多いと思います。そんな時、皆様なら何グループ目に入りたいと思いますか？大体の方が1グループ目がいいと思われると思います。なんとなく1グループ目に入るのが一番こうやる気を見せれるみたいな印象があるので、こう私が経験した中でも1グループ目をね希望される方がとても多かったです。もちろん1グループ目に入って全て完璧にできるというのであれば、それが一番いいと思います。でも皆様ご理解いただけると思うんですけども、ちょっとコンビネーションがあやふやな部分があったり、何やったっけで突然度忘れしてしまったりだとか、あとなんか心の準備ができないままのスタートとなってしまう場合も多々ありますよね。だからこそあえて1グループ目に入るのはやめて、その代わりもちろん振り付けは完璧にして、そしてこうちょっと失敗しそうやなって思うところは端で練習しておきつつ、先のグループで先生がくださった注意というのを意識しながら後のグループに入ってやるというふうに私はしていました。熱意を見せるというのはとてもね大事なことだと思うんですけど、必ずしも1グループ目に入ることが熱意があるというわけではないと私は思います。はい、そして4つ目は先生の目を見て注意を聞くということです。私も含めてこう日本人の性質上、こう目が合ってしまうと恥ずかしいだったりとか、ちょっと目を見て話を聞きにくいっていうのがねあると思うんですけど、こうワークショップで先生が自分を見てくださっている時だったりとか、こう目が合った時にこう反らしてしまうというのは禁物です。自信がないように見えてしまうし、こう目が合ったのが嫌だったのかなっていうふうにね思われてしまう可能性もあります。こう先生とこうアイコンタクトをするぐらいの気持ちで先生がこちらを見ていない場合でも、ちょっと先生の、ね、目を見てしっかりと話を聞くっていうのが私は大切かなっていうふうに思いました。かといってこんな風にね、こう睨むのはダメなので、こうちょっと微笑みを浮かべるというか、こう明るい顔で、ね、常にいることが大切です。
それでは最後5つ目は、これは海外のバレエ学校の先生のワークショップに限るんですけど、その国の言語で最低限のレッスンで出てくる用語というのを覚えておくということです。例えば前、後ろ、肩、手、膝とか、あと最初からもう一度みたいな、いろいろね、そのバレエ用語以外にもたくさんあると思います。私は主に英語圏とロシアの先生のワークショップを受けたんですけど、特にロシア語というのは学校ではね学ばない言語なんですけど、こう最低限覚えておいてとても得したなっていうふうに思いました。覚えておくとこう他の人よりも早く反応できるので、その分先生の目にも留まりやすいし、あと先生の注意への理解もね深まるかなっていうふうに思います。はい、ということで今回は私的ワークショップで他の受講者に埋もれてしまわないためにやっておいた方がいい5つのポイントというのを紹介させていただきました。ワークショップはコンクールのように一発勝負というわけではないので、例えば1時間半なら1時間半こう自分をアピールする時間があります。もちろん技術が高いに越したことはないんですけど、先生方はそれ以外にも学ぶ意欲だったり努力の姿勢、あとは処理能力なんかもね見ていらっしゃいます。ですので、できなくてもやってみるという姿勢も大事ですし、こう常にこういうふうにアンテナを張ってこう頭を働かせてこう自分の熱意を見せるというのが先生に一番見ていただけるし、ワークショップで他の受講者に埋もれず、かつその時間を有意義にできる近道だと私は感じました。今はコロナウイルスの影響でこうワークショップはなかなか開催されにくい状況なんですけど、また世間が元通りになってワークショップが開催されるようになった時にはぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。この動画が参考になったと思ってくださった方はグッドボタンと、そしてまだの方チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 Thank you.